阪神 76DNA29 日甲子園球場 d n a は逆転負けで2連敗この敗戦で2位の可能性が消滅した4位広島も敗れたためゲーム差は変わらず阪神 76DNA29 日甲子園球場 d n a は逆転負けで2連敗この敗戦で2位の可能性が消滅した4位広島も敗れたため ゲーム差は変わらず写真甲子園のグラウンドにゴロンエラーした牧に何が起こった一連のプレー先発の東は5回2失点と試合を作ったがその後9エンジンが踏ん張りきれず4点リードで迎えた7回計5失点で試合をひっくり返された無視1塁阪神木浪の右前に抜けようかという打球を二塁牧が候補したものの一塁へ悪送球 これで無視一二塁とされ、6回からイニングまたにした2番手、中川荘が代打、糸原に敵地打を許した。2番手、ディアスが近本に二飛を許して2点目を献上。西まで追い込んだが、3番手、伊勢が四球と二連打を浴びて逆転を許した。東の今季14勝目はならなかった。中川荘が代打、糸原に敵地打を許した。2番手、 ディアスが近本に2。飛を許して2点目を献上。西まで追い込んだが、3番手伊勢が子宮と2連打を浴びて逆転を許。し